これもだからみんなで着てるの。あ、同じぐらいかな。確かに。うん。あのちゃん、着てみますか。え、いいですか。ね、ぜひ。ティーアンドティーチャンネルをご覧の皆様、こんにちは、かなこです。ゆちです。はい。ということで、今回は、今、このブルマの、これも一応、この T&T の制服としていつも着てるんですけど、たまにロケとか、ちょっとこう、行った時に、こういう、もう一つセーラー服っていうのもございまして、今回はこれを、ゆちさんにもぜひ着ていただこうかなと思っております。セーラー服、まあ、チョコレスカートと一緒に着てるっていうのももう一つの、T&T の制服でもあります。なので、今回はこちらを着ていただきたいと思います。はい。では、着替えてきまーす。はい。ということで、セーラー服着てきました。どうですか？セーラー服、てか、制服セーラー服でした。そう、中学校セーラー服でした。あ、で、高校生はブレザー。あ、へぇ。どうでしたっすね。私、逆やったんですよ。あ、へぇ。中学校の時ブレザーで、高校がセーラー服やったんですよ。へぇ。とかまあ結果的に両方着れてよかったなって思うんですけど、なんかどっちがいいとかありました？ねえ、やっぱセーラー服かわいいね。あ、こっち派かも。セーラー服の方がブレザーよりも。うん、白やったこれ。え、リボンですか？リボンが白。へぇ。赤かわいいね。そうなんですか。なんか私リボン、なんかこんなんやったんですけど。そう、全然だからつけててもわからんみたいな感じでした。へぇ、そうなんですね。スカートの丈とかも結構短くしたりとかも。いや、もう膝が見えたらダメでしたね。あ、もうじゃあみんなそんな感じなんですか？うんうん。短い人とかもいなかったですか？うん、怒られてた。そうですよね。私もなんか、めっちゃ短くして、部活の先輩とかにめっちゃ怒られました。呼び出せないね。あんたなんかスカート短いらしいやんとか言って。みたいな。っていう感じでしたね。なんか、うん、制服ってやっぱ可愛いですよね。うん。可愛い。ね。これもだからみんなで着てるの、やつを着ていただいたんですけど。いやー。可愛い、嬉しい。可愛いですね。うん。嬉しい。なんか、コスプレ。ちなみに立ってみて、さっきどんな感じですか？あ、でもやっぱり、あ、なんかいい感じの長さですね。私めっちゃ短くなるんですけど。うん、かわいい。ね、かわいいですね。なんか、いいですね、やっぱ制服。ブルマとは違う。うん、今日裸足やからですけど。ね。あ、今日はなんか持参していただいた服があるみたいで。そうなんです。そうなんです。これ、イベントでもらって、もらった制服が、じゃん。グレーなんですね、届いたんです。ね、ちょっと開けて。あ、ぜひぜひ。グレーなめっちゃ可愛い。しかも白やから、なんかちょっと夏っぽい感じですね。うん、あ、夏かな、夏。半袖バージョン。かわいい。リボン、リボン。ちゃんとリボンもついてて、うん。こっちだ。なんか生地もしっかりしてますよね。うん。すごい。あ、かわいい。なんか実際、なんかこのリボン、なんか今時というか。ね。ほんまにつけてそうなリボン。スカートも。あ、同じぐらいかな。確かに。あ、ね、これ、糸取らなかった。ほんまや。あ、かわいい。え、ぜひ、着てもらえますか？ね、着替えちゃいます。ぜひぜひ、では、ゆちさん着替えてもらいましょう。はい、ということで、ゆちさん着てもらいました。なんかグレーって全然やっぱり紺と印象が違いますね。うん、しかも半袖やから、涼しそう。ね、涼しい。いい感じやと思います。すっきり、すっきり。どうですか？さっきの服とは違いますよね。なあ、もちろんね、また可愛いね。なんか、めっちゃ可愛いですね、これ。なんかリボンもいい感じ。丈の長さも一緒ぐらいですかね、この人。いや、可愛い。夏と冬で全然、やっぱり違いますね。ねえ。かのちゃんも着てみますか？え、いいですか？ね、ぜひ。グレーバージョン。
ぜひぜひ。私もじゃあ初めてですけど着させてもらいましょうかね、うん、では着替えてきます。着替えてきます。はい、ということで私もこちらの制服着させていただきました。どうでしょう、かわいい。ありがとうございます。なんかグレーのこの色が新鮮な感じですけど、なんかいいですね。ねえ、涼しげで。すごい可愛いです。可愛い。これ選んでいただいてありがとうございます。いいね、いいね。ね、いいですね。なんか冬用、夏用みたいな感じで、まだなんか雰囲気が変わっていいと思います。でも夏用ってやっぱこう白でしたよね、これ。うん、うん、うん。ね、白、白で、しか下はこのね、うん、同じ色ですよね。すごいです、うん。ね、このリボンも。こうなんか特製服って感じで可愛い、うん、ちょっと現代風でね。あ、そうですね、うん、確かに。じゃまたこれロケの行く時とかにもぜひ着ていきたいですね。ね。じゃまたぜひエッツさんにもこちらの制服も着ていただきたいと思います。ではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。これ一文字です。一文字。ムカムカします。ゴンゴンゴンキョンドンうんクンクキョッメリかわいい。なんかでも赤も緑も、さっきネイビーでしたけど、どの色でもいいですよね。なんかわいい。でも緑似合いますね。じゃあ行きます。はい。シュ。他一文字。はい。二文字が。